樹皮の上に沈殿した、サクサクを集める、サクサクを焼いたパンケーキサクサクは、パプアニューギニアの定地地方で主食とされるサゴヤシの澱粉、でんサゴヤシの幹を砕いて、水で分離採取し、干して保存する。食べる際には、水に溶いて、餅状にして、蒸し焼きにするか、薄焼きにして、もしくは素材として、別の食材と合わせて調理して食される。 経済キャッサバの芋から取る澱粉のタピオカを加工して作られる球状のタピオカパールと同様にサゴからもサゴパール、玉サゴなどとも呼ばれた。西国米族にサンゴ米サンゴ米とも呼ばれ、スープの具にもされたが作られる。サゴから作ったパールの方がタピオカパールよりもずっと歴史が長く東南アジアからヨーロッパ、中国、台湾、琉球王国などにも輸出され、 中華圏では、砂黒米や、西黒米、琉球では、正確 B などと称された。山人高レンが1591年に表した、従う製八千巻十一にも砂黒米上の調理法について記載がある。現代の関東料理では、サゴパールを煮て、柔らかくし、ココナッツミルクやザボンの果肉マンゴープリンなどと、組み合わせて、各種のデザートが作られている。 またベトナム料理でもココナッツミルクや煮た、さつまいもやフルーツ等と組み合わせて、デザートや飲み物が作られている。サゴヤシを切り倒し、樹皮をきれいに剥いで、幹をツルハシ状の器具で叩いて徐々に細かく砕き、水と混ぜ合わせて、繊維質の部分を除き、樹皮で作ったトイの上で澱粉を沈殿分離させている。インドネシア語では、サグと称し、英語はこれに由来して、 サゴスターチと称するが、インドネシアでも同様の方法、あるいは機械化された方法でデンプンが製造されている。タイル状に干して売られることもあり、また粒状のサゴパールに加工されたりする。日本人にとっては、独特の臭みがあり、食べにくい食材という評価もある一方、そのままでなく、他の食材と調理することで、美味しくいただける、という評価もある。 純粋なデンプンには風味はないため、水洗いの回数を増やすと、臭みは減る。日本人の評価はともかく、現地では一般的で重要な食材である。そのまま焼いたり蒸したりして食する以外に、別の食材と合わせて調理する以下のような料理がある。第二次世界大戦当時、連合軍の包囲により孤立した、旧日本軍の兵士は補給を断たれたものの、 この食材で持ちこたえたという話が伝わっている。ありがとうございます。